ビーレジェンド鍵谷と、あ、ビーレジェンド上野です。そしてドラゴンボールの皆さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、オープニングからちょっとね、オープニングからやっちゃいましたか。そうですね、はい、かっこいいよね、いつ見てもドラゴンボールね、はい、ブロリーかっこいいよね。まあまあそれいいか。はい、はい、ということでまた今日もね、上野くんと、はい、マッスル談義していきたいなと思うんですけれども、はい、何の話をしましょうか。そうですね、でこれも皆さん結構、はい、十人十色千差万別だと思うんですけど、はい、トレーニング皆さんいつしてますか。ほう、時間帯いつしてますか。なるほど、というところをちょっと今日は。ああなるほどね、はい、人によっていろいろだもんね。そうですね、まあ、夜勤の人とかもいるからね。もうおっしゃる通りですね、うん、夜勤の人で朝早朝とかっていうパターンもあるしね。で最近だと非常に環境的にありがたいことに、うん、とかできたしね、おっしゃる通りで、うんうんうん、24時間のジムがあることで、で365日やってるので、うん、いつでも自分がしたい時、自分が、まあ、できる時にできる環境になってるので、うん、それゆえ逆にその自分自身でやるタイミングを定めなきゃいけなくなってきてる昨今だと思うんですけど、うんうん、どうですか、鍵谷さん、いつやってますか。俺はね、だいたい仕事終わった後だから、まあ、6時半とか7時ぐらいから8時とかその辺。ああ。もうだいたいその辺、もう6時半から9時の間ぐらい。ああ。まあその辺でされる方が多いですよね。多いだろうね。うん、やっぱりジムのその込み具合の変遷というか繊維見てると、やっぱそれぐらいがね。やっぱりその7時から9時っていうのが一番多いもんね。多いですね、うんうん、やっぱりお仕事終わりで、うん、まあ学校終わりでっていうケースが多いとは思います、ね、うん、だってジムも24時間型だったら別だけど、やっぱ空いてるのが9時10時からスタートだから、9時10時スタートだったら、うん、サラリーマンの人だったらやっぱ来れないもん、行けないもんね。まあ朝だとそうですね、うん、朝だったら24時間型だったら、まあそうだな、5時6時とかね、うん、そうですね、7時5時から7時の間とかは、まあ、行けると思うし、まあ、うちのスタッフもね結構朝早朝から行ったりしてますよね。上野君も朝から行く？私は今ちゃんとやってるのは、うん、まあ、夜なんですよ、うんうんうん、まあ仕事終わってまあ、帰ってジム行くっていう流れがメインなんですが、実は朝やるのか夜やるのかどっちが好きかと言われると私は完璧朝派なんです。あ、そう、はい、でやっぱり理由があってですね、まあ、朝起きてすぐって、まあ、ある程度お腹の中に、まあ、物が入っていない、で最低限のその動けるだけのエネルギーはちょっとサプリメント、うん、ビーレジェンド MD なんか取ったりして、うん、であと BCA なんか取ったりして、うん、最低限のものしか入れずにトレーニングに励む、うん、で場合とある程度食べ物がお腹に入った状態でトレーニングに励むので言うと、うんうん、後者の方がやっぱ気持ち悪くなっちゃうんですよ。あ、気持ち悪くなる。そうなんですよ、食べ物がある状態だと、うん、で結構そのトレーニング特に足の日とかは、うん、入っちゃうので、うん、なんかその吐くものがない、うん、というか朝やると、なるほど、うん、なので、まあ、夜今やってるんですけど、うん、その時もしっかりとその吸収消化が済んだ状態でトレーニングは今はしています、うん、であと朝できると何がいいかっていうと、まあ、朝それでトレーニング終わって、うん、まあ、朝飯ががっつり食えるっていうところ、うんうん、なるほどなるほど、はい、そこはそうか、はい、体もエネルギー欲してるからね。そうですね、うん、っていうところがあります、うんうん、ただ朝やるデメリットでいうと、うんうん、まあ、まあ、頭が、まあ、目覚めきってないケースがあるっていうことと、うんうん、あと結構これも人それぞれなんですけど、うん、まあ、体温ですね、うん、体が温まりにくいかなっていうのは体感であります。なんでなんで、どういうこと。朝起き、多分体もまだ起ききってないから、うんうんうん、逆にその日中ある程度仕事とか活動した中でジムに行くと、まあ、体って温まって、あ、なるほど、うんうん、で、それに対して朝はそれがないので、まあ、その交感神経、副交感神経からまだ交感神経にスイッチしきってない状態でやるからということ。そうですね、うん、なるほど。なので、夕方や夜やる時よりも、うん、アップを入念にやる必要が朝は出てくるかもしれません。あ、だからデメリットってのはそのトレーニングに対してのデメリットってことね。まあ、そうですね、そういうところは。昼間に眠くなったりしないの？足の日とか、しますけど、朝やった時はしますけど、まあ、昼間寝てるもんね。やめてください。寝てるつもりはないんです。まばたきが長いだけ。あ、そういうことだ、はい、そうなんですよ。なるほど。そうそう、なんか横見たらなんか白目になってるから、あれと思って、はい、
まあ、ちょっとそういうそういうまばたきをしてるだけです。あ、なるほど、はい、ごめんごめん、はい、はい、まあ、そこについても、ね、そうか、まあ、なんかそれもあるよね。なんかそのなんかそのでもあれ学生の時とかだったらダブルスプリットでやってたって言ってたから、はいはい、やってました。 朝早朝と夜だっけ、昼だっけ。そうですね、朝と、夕方ぐらいですね。それは大学の時にやってた。大学の時やってました。朝は7時くらいからやってて、はい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 、7時から8時ぐらいでやって、そうですね、で9時ぐらいから学校行って、そうですそうです、で夕方がまあ終わって3時4時で終わって4時ぐらいからやるってこと。まあそうですね、まあそのタイミング次第ですけど、ああ、まあ、アルバイトがあったりとか、まあ、授業の兼ね合いだったりとかですけど、まあそれくらいでやってました、まあ、夕方から夜にかけてやると。はい、そうですね。でそれでどれぐらいの期間やってたんですか。結構ダブルスプリットでやってたのは3年4年くらい。結構やってるね。やってましたね、うん、それと体感としてはどうだった。体感で言うと、うん、ダブルスプリットの体感で言うと、うん、正直ダブルスプリットをやったからそこから体が大きくなったかというと、あんまり私は感じられなかったんですよ。あまり聞きたくない現実を聞かされたら。なるほど。でそれは単純にトレーニングの習熟ともさというか、まあ、トレーニング自体が下手だったっていうのはあると思います、うん、そのしっかりと追い込めていなかったのかなというのはあるんですけど、うん、でも毎回結構その自分なりには追い込んでたわけでしょ。そうですね、追い込んでたつもりでいましたね。つもりでいた、はい、でも追い込めてるかどうかって言ったら、もうそのなんかもう痛くて上がらないとか、ぜいぜい言って止まらないとかっていう、まあ一つ基準いろいろあるじゃないですか。そうですね、ある意味もういっぱいいっぱいやったっていうところまでやれば追い込めてるんじゃないですか。なんかそこも多分本当に限界になると、多分もうどんな小さい部位でも多分歩けないくらいだと思うんですよ。なるほど。どの部位、例えばサイドレイズを手が上がらないみたいな。そうです。でそもそもサイドレイズでオールアウトしてそこでやめてしまったら、うん、それはそれでまだ限界じゃないと思うんですよ。あのサイドレイズの限界だけど三角筋の限界ではないと思う。おお、なるほど。っていうところもこう突き詰め出すと、うん、あの結構オールアウトってハードルは高いと思うんですよ。なるほど。難しいと思うんですよ。まあ、そういうのもあるので、そういうところがちょっとまだ下手くそだったなっていうところが。まあでもまあそんなこと言ったら俺なんか未だにそうだけど、もうなんか痛くて動けないとか、なんかもう本当にだってスクワットでも吐いたことないからね俺。ああそうです。吐きそうになったことは何度かあるけど、それも何度かしかないしね。星飛んで目の前真っ暗とかっていうのも何度かしかないからね。ああなんかそこも難しい。まあ吐きゃいいっていうものじゃ決してまあまあ別に吐くことも問題とはないけど、まあそれぐらいやったっていうのは、うん、そうですね、うん、あとはなんで吐くんだろうねスクワットやると。なんか聞いた話ですけど、うん、それが本当かどうか知らないですけど、血流が足にめちゃくちゃいくでしょまず、はい、で吐くっていうのは何だろう。単純に多分脳だったり、うん、あの内臓から血が落ちちゃうっていうようなところを聞いたんですけど。あ、内臓から要は足に血がいっちゃうってことでしょ。そう、要は全身の血が、だからブラックアウトするとか、うん、星が飛ぶとかっていうのは、うん、まあ脳が血流不足で落ちるっていうのはまあ分かるじゃないですか。はい。だからその吐くっていうのは何なの。何なんですかね。なんかそこについてはこう、まあ、内臓から血が落ちたりとかすると、うん、内臓の機能が低下するのかなって、うん、なんか勝手に思ってたんですけど。それも分かるけど、じゃあなんで吐くの。吸収できないから。なんで吐くのっていうところは正直突き詰めたことがなかったんですけど、うん、やってると、そうですね、気持ち悪いですね、うん、あれかもね、人間がこう体エマージェンシーを覚えてリバースしちゃうのかもしれないね。まあ一つありますよね。あの体は消化液も含め食べたものも含め出せば一旦エネルギー使わないわけですよね、はいはい、だからそうしようとするのかもしれないね。で酸性のものが体の中に入ってる自体が負担なのかもしれないね。あ、可能性はないことはないですね、うん、まあちょっとその辺は気になるね。まあ話だいぶそれだけど、そうですね、何でしたっけ、何だっけ、どの時間いつやるかや、ね、そういつやるかですよね。でまあそう、あ、朝やると、まあ、吐いたとしても吐くものがまだないじゃないですか。トレーニングができますよねっていうのはありますよね。そうだね、うん、そうか、時間ね、朝、まあ、あの仕事ね、自営されてる方とか営業さんとかだったら結構ジムとかでも昼にこうトレーニングしに来られる方とかいらっしゃいますよね。そうですね、うん、多いですね。
もうサラリーマン昔だったらね、サラリーマンしてて今だったら多分昼間サボってジム来てるんだろうなって思うけど、まあ今はね、まあ、今もまあ、別にね、仕事抜けていくっていうのは全然問題ないんですけど、うん、まあでもあれか、ジム始めてすぐの時とかプロテイン売り出して結構最初のうち集中してやった時なんかは昼間抜けてジム来てトレーニングしてましたね。ああそうですか、うん、最近できてないけどね。あとタイミングで言うと、うん、やるタイミング、これは結構人によってあるあるなのかもしれないんですけど、特に休日、休日は多分割といつでも人によってできると思うんですけど、これは飲み会とか食べる予定がある場合、うん、その前にするっていうのは結構あると思うんですよ。あ、なんかその夜とか飲み会をしたりとか、今日ラーメン食うぞみたいな日があると、その前にちょっとトレーニングだけしとこうかな、少しでも食べたものをアナボリックな方に持っていきたいなっていうところで、なるほど、ね、はい、それはあります先に減らしとく、先にそうっていうのは結構多分見てる人もいると思います。うん、そうか、俺はあんまりその経験はないから。ああそうですか、これはね結構あると思う。でもまああるだろうね。そう、飲み会前にトレーニングはあると思います、うん、あとは単純にちょっとパンプアップさせてでかく見せたいみたいなのもそれもないなあ、ないですか、それもないな、ないですか、うん、だってさ、パンプアップしたってもうかい飲み会の席にいた時点でもう元戻ってんじゃん。もちろんフルパンプで行こうとは思ってないですよそうそう、なんかもう なんかちょっとね、ちょっとでもみたいなところはそれどうなのかな、はい、そんなに例えば30分前に結構パンプさせたっていう状態で行ったとして、はい、例えば30分かけてお店に入りましたと、はい、まだパンプしてくるかな。いや多分体は正直わからないです。でも気持ちは少なくパンプしてる、うん俺やってきてまだこうなんか筋肉痛こう筋疲労感じてるぜっていうこと、はい、そうだと思います私がそうしてるとはここでは言いませんけど、いやしてるからそういう人もいるんだよという話を聞いたことがあります。なるほどね、なるほど、はい、そうか、その視点はなかったな。ああそうですか、うん、まだまだ甘いねまだまだ甘いね。いやいやちょっとそこはね、なんかちょっとトレーニーのちょっと少しこうあるあるかもね、あるとは思います、うん、はい、っていうとこですかね。そうか、いつやろうがいいかね、いつやろうがいいかっていうのもなんかそれなんかだろう、生物学的に見るとどうなんだろうね。そうですね、やっぱりエネルギーある朝一にあるのがエネルギー一番あるわけだから、うん、いいのかな。それともうなんか枯渇して残ってないところを絞り出してやることで、スーパーサイヤ人じゃないけどギリギリまで行っちゃうとこうグッとこう伸びたりするのかな。これは多分どのタイミングでもそこにやるメリットはあるし、そこにやるデメリットはある、うん、ああなるほどね、そうかそうか、そうだからさっきの話で言うと、まあ、夕方やると体が暖かい状態、夜で夕方夜でやると暖かい状態でできるっていうのもそうだし、あとは夕方夜になると寝る前に激しい運動したら睡眠が妨げられますよ ね、 ねみたいなところも睡眠のパフォーマンスが下がっちゃう可能性があるね。そうですね、うん、なるほど。なのでもう一概にこれは言えないです、うんね、で本当に時間に余裕のある人であれば、うん、もう全部やってみてくださいでその中でいい時にやればいいと思います、うん、朝早朝3ヶ月、昼3ヶ月、夜3ヶ月みたいな。で実際どれが一番やりやすい、3ヶ月ぐらいやるのダメだよね。そうですね、まあ、1週間とかでダメだよね、うん、まあ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 せめて3ヶ月ぐらいは、半年とは言わずともね。そうですね、1ヶ月とか3ヶ月ぐらいはやらないとダメかも、ね、今回のこの話題に対して本当に実際いつなのっていうふうにどうしても私は知りたいっていうお客さんがいたらそれくらいやったらいいと思うんですよ。なるほど。ただ実際のところそこは多分現実的じゃないので、一つの答えとしてはできる時間にしましょうっていうのが一つ、ね、できる時間しかできないしね。そう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 、これも物理的にそうなんです。結構心理な話で、うん、そうできる時間、やりやすいと思われる時間で自分でやってみましょうっていうところが、だからいつでもできるんだったらやりたい時間にやるのがいいかもしれないね。そうですね、やりたい時間っていうのはやっぱこう体心身ともに欲してる時間だと思うから、はい、うん、っていうことはやっぱその時にやるとパフォーマンス高いだろうね。そうですね、なんだろう、こうメンタリティ的にもね、うん、なんかこ う、 う、ね、メンタリティがいい時にやる方が当然、筋発達にもポジティブに働くだろうから。そうですね、やりたい時、ね、それで言うならば、もう時間を割と同じ時間にした方が人間のそのサイクル的にもいいかなというのを一つその考えられると思うんですけど、まあというような今回は結論にはなってしまうと思います。じゃあ結論としてはいつやるの？
ね、言わないです。絶対言わない、絶対言わない。なんだよ。もうこれだけ長い前振りしたのに。そうですよね。そんなここで言ってしまったって前、ここでなんか腕立ての一つでもさせられちゃうってちょっと怖いですから。何の罰ゲームだ。まあ、ね、少なくともまあ今もうジムが本当24時間が多かったり、うんね、あのやりやすい、ね、あの環境にはあると思うので、うんうん、そこはご自身のまあ生活で体調なんかと十分相談した上で決めていただくっていうのがまあ一つベターな回答にはなるかなと思いますので、ちょっとこう答えのようで答えてないようなあのふわっとした、まあ、全てがそうだよね。今回のその時間に限らずトレーニング自体もそうだけど、なんかなんだろう、仕事においても人生においても何でもそうだけど、なんか答えがあるっちゃあるけどないっちゃないから、そうですね、そのカオスの中から真理を見つけるみたいなね、それが大事なのかなと。まあ、悟空見ながら喋る話じゃないかもしれない、ね、そうですね、はい、思いますよ僕も。まあそんなところでしょうかね、はい、今回はいいですかね、はい、まとまりましたか。大丈夫だと思います。大丈夫ですか。しかし悟空もブロリーもかっこいいよね、いつも言うけど。そうですね、かっこいい、ね、すごいですねブロリー、これかっこいいよ。足これ首頭がすごいでしょ。これ何履いてるんですかねこれ。スパッツでしょ。スパッツすごいですねこれ。この大腿直筋から外側から内側から、そうです、ね、半まで、ね、意外とこんだけあるのに方向筋が出てないよね。弱点が見えない。いいですよね。でもた結構ね、大体より太いんじゃないかっていうカーフ。カーフ本当だ、本当だね。これはすごいのか、カーフでかい、リアリティはちょっとここまでくると。確かにね、うん、こんだけあればバランス的にはもっと足でかくておかしくない。で肩がこうだからね。そうですね、ね、肩に対してね、はい、人がそこまで大きくないっていうね。そんな、まあ、逆立ちとかしてたんじゃない、逆立ちして生活してたらこうなるかもしれませんね。わからないです。なるほど、はい、こういう動きでね生きてるわ、ね、かもしれない、はいはい、というところで、ということでまとまったと思いますので、はい、バシッとまとまりました、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います、はい、動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでまた皆さんお会いしましょう。さよなら、バイバイ。